コールドアイの攻略をやっていきます。初心者の方はコールドアイが苦手だと思います。図体が大きく分裂で動きが読みにくいのが理由と思います。分裂してしまえば倒しやすい敵なので裏技です。まず右側の一塊を倒します。そして右に寄って崩れるのを待ちます。崩れてしまえば戦いやすいです。基本、円を描いて移動してる時を狙い、切り込み状態の時は横に避けてやり過ごします。また、もし合体が失敗したら